アイコムズ国際作曲コンクールはイタリアのトリノで行われる国際作曲コンクール。名称はインターナショナルセンターオブムシカルソーシズの頭文字から。当初はエンツォレスタニオとエンリココレッチャの発案で始まったコンクールもすでに20回以上の長い歴史がある。このコンクールは室内楽作品のみで競われ、原則的には第1位と第2位しか選出しない。 例外的に特別賞を与えることもあるが、賞金はない。一色審査員は当地イタリアに限らず国籍の幅広さを全面にしていたが、近年は必ずしもそうではない。第一位受賞者は翌年の審査に参加する点もユニークであった。が、2010年度現在この制度はない。コンクールのレベルは毎年乱高下するものの、 意外にもレベルの高い人を選出することで有名である。第2位に甘んじたものでも国際的に活躍する人が多い。年齢制限はないが20代から30代の伸び盛りの才能を積極的に評価する傾向がある。1990年代に招聘された審査員のメンツも豪華であったことが確認できる。当初はアイコンス国際作曲コンクールであったが、 商標上の問題があり2001年度からアイコムズ国際作曲コンクールに名称が変更された。現在ではバレンティーノ・ブッキ国際作曲コンクールエジディオ・カレッラ国際作曲コンクールと並んで若手作曲家の登竜門的な存在になりつつある。審査員が元国際コンクールの覇者であったことも世界中からの信頼につながっている。2010年に公式サイトが 全面リニューアルされ、コンクールの経緯も解説された。しかし、特別賞の掲載の不備、受賞者の綴り間違い、果ては、アイコンス時代の受賞者の欠落などを含んでいる。2011年からは、審査員の居住地であるマンタ氏のバックアップを受け、審査もマンタで行われる模様であるが、優勝者の作品がトリノのみと9月音楽祭に招待される点だけは変わっていない。 2012年度をもって閉会した。ほか、ほか、ほか、ありがとうございます。